プロボクシング、WBA、WBC、IBF、WBO 世界スーパーバンタム級、553キロ以下、タイトルマッチ12回戦0井上直也、6回1分22秒 TKO、ルイスネリ黒丸、6日、東京ドーム、WBA、WBC、IBF、 WBO 世界スーパーバンタム級統一王者の井上直也31イコール大橋イコールが元世界2階級制覇王者のルイスネリ29メキシコイコールから3度のダウンを奪い6回 TKO 勝利で防衛に成功した WBC、WBO は2度目 WBA、IBF は初防衛 世界戦連勝記録を22とし、井岡和と35イコール姿勢イコールの日本人最多勝利数に並んだ。34年ぶりにボクシング興行が行われた東京ドームで大観衆を沸かせたモンスターが新たな伝説を作った。観衆4万3千人、無敗の絶対王者だからこそ、プレッシャーや負けることへの不安は想像を絶する。 恐怖は波がある。恐怖で押しつぶされそうな時がある。そんな直オを支えるのが弟のタクマと、いとこで全 WBO アジアパシフィックスーパーライト級王者の井上幸貴、31、だ。苦しい練習だけでなく、ゲームをしたり、試合後に一緒にカップ麺を食べたりと苦楽を共にしてきた。どんな苦しい時でも、 プレッシャーに押しつぶされそうな時でも二人が心の支えになる。周りには言えないような本音をこぼしたりできる存在。いないといけない存在。そんな二人がいるからこそ、直也はリングの上で強くいられる。戸田浩二